にゃーんじゃじゃにゃー、今日はフォールガーズシーズン1をやっていくんだけども、にゃんちゅうこの前なんとにゃんちゅう興奮しすぎて録画ミスをしてしまったんだよね、お姉さん。というわけで今日はお姉さん不在なんですけども、みーが1位をビクロイを取っていきたいと思いまーす。にゃんちゅうとにゃーん、お姉さんドアダッシュやっていこうかなと、やっていこうかにゃんと、行きましょうドアダッシュ、二度のドアを見分けながらゴールまでたどり着けと言っておりますよ、お姉さんが。説明がうまい、これをゲージと言わずして何と申しましょうか。ここで死ぬやつなんて、にゃんちゅうの口ほどにもないにゃーん。にゃんちゅうは中盤地点で、今苦戦中だにゃーん。これをゲージと言わずして、にゃんちゅうのパワーで、ここを、ちゃんとクリアしていく。にゃんちゅうは、みんなのクリアを、ちゃんと見ながら進むのである。これが、勝つ人のやり方さ。こいつら、バカみたい。バッドラック。チーム全員が不運になると脱落というわけだね。俺は相手に煙をつけられないようにしていけばいいんだにゃー。お姉さん、お姉さんがここにいると思ってやっていこうかなと思っております。お姉さん、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 どこにいるの？お姉さん、お姉さん、どこにいるの？お姉さん、ちょっと、不運を味方がつけようとするのは違うんじゃないかにゃ。にゃんちゅうでもこの前、青いチームとこの黄色いチームで戦ったところ、黄色チームだったんですけども、勝ったんだにゃ。これは、口ほどにもないにゃ。これは、煙をつけられたら、次は、みんなの方に、そういうことなんにゃ。こいつにつけていきましょう。ほら、つけれた。あと一人、どこにいる？勝ったにゃー。ザコー！バトラックで味方に会ったやつも次からは敵になるんだにゃー。つまり、これで、にゃんちゅうを倒したやつがいるのであれば、そいつのことボコボコにしてもいいってことだよ。さっきまでの味方のやつとボコボコにするなんて、にゃんちゅうは心が痛んだにゃー。ボコボコにしてやるぜ、にゃんちゅう。にゃんちゅうパワーじゃここはわからなかったが、まっすぐ行けば行けるんじゃないかにゃ。いや、そうでもなかった。つまりこれは、まっすぐか。まっすぐでもなかったにゃ。つまりこれはどこ行けばいいのにゃ。もうわからないにゃ。ああ、お姉さん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 、こっちだにゃ。はい、行きます、1位です。見ていましたか、にゃんちゅうのこの強さ。お姉さん、これをゲージと言わずして何と申しましょうか。エクスクランブルじゃにゃ。これは、自分の陣地に卵を入れたら、オッケーなんじゃにゃ。にゃんちゅうの色がいいので、青チームがいいだにゃ。赤だ。赤ダミアナッツだにゃ。こんなに味方チームもいないのに、これで勝つなんて結構知らんの技だにゃ。だけども、私は、それに負けずして、やっていくんだにゃ。みんな、協力して、卵を入れていくんだにゃ。やばいにゃ。これ、圧倒的に、味方チーム少ないにゃん。どうすればいいんだかにゃん。青チームから取るよりも、黄色チームから取った方がいいだにゃん。つまり、これを、取っていこう。あ、容易だ。容易だにゃん。容易だな。これを取ることなんて、容易だにゃん。容易だにゃん。味方チームがいない分、容易だにゃん。金玉を、死守するにゃん。これ私の、この私の卵、大事に育てた。大事な大事な卵なんだよ、みゃ。それを、お前は、取ろうとするのは、ダメだね。お姉さんの卵、お姉さんの卵にゃ、死守するにゃ。お姉さん、見てますか？完全に、勝ちましたよ、これ。ついに来た、ジャンプショーダウン。というわけで、にゃんちゅうは、このゲーム、苦手です。というわけで、にゃんちゅうやっていくよ。スライムに落ち着いて最後まで生き残れだって。お姉さん、だってよ。やっとこう。このゲーム、ジャンプすれば勝ちだと思うじゃないですか。でも誰かがやっていたけども、崖に捕まればよかった気がする。でもその技術を、私は持ち合わせてない。なので、無理だ。無理だ、カムサハム2だ。無理だ、カムサハム2だ。これ、
もう負けたくさくね？負けたくさくね？これもうダメじゃね？あ、いけるのか、いけるのか、これ。なるほど。うわ、あ、これ負けたかもしれん。にゃんちゅにゃんちゅ負けたかもしれない。にゃんちゅにゃんちゅにゃんちゅ助けろお姉さん、人の感染見るほど楽しくないもんはな、にゃー。正直にゃんちゅここまでにゃ、ぶっちゃけて言うと、頑張った方なにゃ、にゃんちゅ頑張ったにゃ。お姉さんも見てるかな、天国で。お姉さん、とりあえず、今日はここまでにゃー。お姉さんとラブラブしてこよう。